本当にムカつく、本当にムカつくんだから。バカじゃないの？ほらほら、やったー。はぁ、あ、うるさいね、怖いで、本当に嫌い。風呂入っておいでよ、もう先に開けたらこれゴミを捨てて、このまま、このままここに入れないだけでしょうが。そうだよ、ばあさんつった。本当にムカつく、本当にムカつくんだから。でノリズにしやがってる。俺のせいだろうね。ここじゃない。焼きますんで、お風呂に入っていただいていいでしょうか。いや、ゲームするね、本当に。じゃあ焼かないよ。じゃあ入って。今から行きたいよね。絶対嘘だもん。あの人はお風呂入ったのか。入ってないじゃん。あの人ご飯食べてるから。え、長男。おい、風呂に入れよ。やめて。ちょっとまだやってた。最悪。さ、逆に開けた。細かいやつって言える。ちょっと待って。最悪だ。せーの。どう？ああ、絶対あそこのこの窓が開いてるから絶対暑いんだと思う。せい、そこ閉めて。そこ閉めて、閉めて。なんでそこ行って閉めれないの？本当嫌だ。ここが暑いんだよ。なんでメロンパン食べてんの？とっちゃんが今ママが一生懸命ご飯作ってるのにメロンパンをほぼ完食してました。最悪だよ。本当に嫌い。まだ白いのにつけたらそっちに入れなきゃいけないから、いい、触んなくていいの。ご飯もある。それはできない。何歳になったら触れる？大きくなったら、成人したらだな。じゃあちょっとだけ見てて、ママの。何をしてんの？僕はねえ、すごい嫌です。これあげる前にもう一回作って。あ、その回して。ママ、フルーツから。なんでフルーツ見んのよ。宿題やって。はい、ってじゃないと、それも明日までにまた乾かないのよ。これ分かんない、頑張るけど。でとりあえずやってみなよ。分かんないわ、やだ。なんでよ。じゃあ買ってきて。はあ、はあ、はあ、はい、豚バラに変更です。ムカつく、なんかそのまま。はあ、今日ママ顔色悪くない？じゃあマジで頭が痛すぎて、今日曇りなんだけど、頭が痛すぎてさ。ほらほら、やった。はいはいはい、余計なことしてるからだよ。そういうことが起きるの。分かった、はい、じゃあ掃除機持ってきて。掃除機、あの洗面所にママさっき置いちゃったからさ。本当にさ、余計なことするんよ。いやだやだ、それしかやだ。フライパンで作るって聞いてて。フライパンで作ってあげる。いや、あれでいい。一回あれでやらせて。え、向こうでやってみる。え、そういえばお風呂入ってさっき。やだやだやだ。甘いんだよね。うるさいね。入る。やだ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 。じゃあもう入んないで。靴下もやだし。ね、先ほんとさっとお風呂入っちゃって臭いから。やだ。じゃあこの生クリームあげない。もう交換条件です。完全に生クリーム。お風呂。え、靴下持っててよ。入れた。靴下、マジで汚いんだから靴下が。はい、やだその格好。じゃあ言うこと聞いてよ。風呂入るだけじゃダメだよ。とりあえず風呂入って。とりあえず入って。なんかさ、本当にさ、中学生になってからさ、お金の使い方っていうの、定期的に行き過ぎたりとか、明日も友達と銭湯行くからお金ちょうだいみたいな。このしかもなんか銭湯なんてもう何百円で行けるじゃん。
なのになんかわざわざちょっといい銭湯に行こうとして意味がわからん。普通の銭湯でいいじゃん。入るのに1200円ぐらいかかってそこでまあ何ご飯食べたりとか言ったら何マッサージとか岩盤浴とかなんかいろんなお風呂があったりとかするんだけどそんなんやらんやん別に。で別にさなんかさちょっと何いいお湯に浸かったとてさ絶対にわかんないじゃんそんなさいいお湯絶対わかんないし普通の銭湯で十分なのになんでわざわざその高い銭湯に行こうとするの。お年玉は全部私が管理しててで入学祝い誠にじゃあこれでやりっくりしなねって言って渡したの。そしたらいいまさかの1ヶ月でもうないわけ。どういうことと思ってマジで意味わからん。でそれで明日銭湯行きたいからさ3000円ちょうだいって言われてそもそもさ銭湯調べたら1200円だし3000円もいらないじゃんみたいな話したら友達は5000円持ってくるとか言ってさ意味わかんないじゃんみたいな。なんなんそれこんだけ持ってくんのみんな。でさしまいにはさ俺のお年玉から出していいからとかって言うんだけどさ俺のお年玉から出していいからじゃねえよっていう話を思う。ていうかそもそもどう思う中学1年生がちょっといいさちょっといいっていうか結構いいお風呂屋さんに友達と行こうとするっていう絶対もったいないやん。絶対さこうさ何ちょっとお肌ツルツルになったとかわかんのわかんのかな。はい出たまたそれにお金かかるんだいやお金かかるんだ絶対かかるよ。なんなのなんなのなんなの。じゃあやめなよそのお風呂屋さん。普通の銭湯行けばいいじゃん。いや約束してるもう無理もう無理じゃない。だってお金ないじゃん。で自分のさこの間の入学祝いから出しないあるのいくらあるの。1000円は持ってる。いくらじゃあそもそも今あといくら残ってんの。正直ってことだってそもそもさ来週から部活でみんななんか予定があるからお泊まりできないからって先週さあ部活ある言ってることおかしくないもん。嘘やんあれ銭湯だから行かないでしょ。いやだからさ入ってこないでくれる。もう約束してるなってもいいから早く切ろう切ろう。マジで今日さ本当にさせいが朝からやらかしてくれてさ庭でさ友達とさ遊んでたんだよ。で暴れないで遊べるならいいよって言って庭いいよって言ったの。なのに庭にあるものを壊しました。最悪。なんで暴れないって言ったじゃんって。暴れてないよとか言って暴れてないのにじゃあなんで物が壊れんのよって話になってもうさ意味わからんやん。なんであれ丸めて帰ってくるの。なんでこうペタって取りたたむことができない。連絡袋入れたら連絡袋に入れるの。連絡袋に手紙が入ってることなんて見たことないよ。ないじゃん。だってさ筆箱に鉛筆入ってないんだよ。嘘は良くないよ。いやお前だよ。まだねノアが帰ってくるまで1時間中あるのでもううるさい。ねえここら辺でガチャガチャしないでよ。向こう行っても本当にねママが大好きすぎてね。いやママ好きじゃない。ひどくない。ひどい。家族としては好きだけど性格的には全然フォローになってないし。やだ本当に嫌だな。家族多い時の準備でも暑すぎるんよ。お客様にご案内いたします。滝って何。ちょっとイライラしてきた。マジで無理。部屋がマジで人数自分のじゃないじゃん。もう本当に本当に嫌い。発見がやだ。もうやだ。やばい。開いたし。もうやだ。もうやだ。もう無理。なんでさこういう蓋がすぐ開くん。ちょなんなんマジで。もうさ
なんじゃ閉まんないのこれが。蓋だろ本当に。蓋として役目はしてない本当に。あ、せい？ずっと手洗ってんだもん。何やってんのっつったらドンって閉められて、言いたいことあるんだったらもうブチ切れてこいよって言ったら私が一人で怒ってたからせいに、でなんかめんどくせえみたいなこと言ってた。向こうもイライラしてたから、ママになんか言いたいことあるんだったら思いっきり切れておいでって言ってたら、何も言わずに出てった。でもなんか本当の反抗期だったらうるせえよって言いたいんだろうなって思って、だから言ってきなよって言ったんだけど、また怒ってるよって言われちゃうのよ。私が電話をせいに電話かけても出てくれないから、それも見ててノアもかけるの。ママがかけて出ないんだったらノアがかけるみたいな。もう私がかけてってたわけじゃなくて、ノアもかけるんだけど、それに出ないとノアまでイライラしてきて、二人でイライラして最終的に私とノアをせいがブロックした。ママ何やる？米とケチャップ混ぜるだけでいいんだよ。自分でやってよ。何？オムライスを具があるのが嫌だ。チャーハンがいい。オムライスだよ。チャーハンがよかった。ケチャップライスじゃなくて。じゃあチャーハンにすればいいじゃん。だからいいよ、これ2個に分けるから。いや、ソーセージの。え、ソーセージのチャーハンでいいの？じゃあそうしよう。でもママはケチャップライスが食べたい。オムライス苦手なんだよ。さっきピザチャーハン食べたよ。こっちチャーハンね。こっち何？こっちオムライス。え、こっちチャーハン。じゃあそうちゃんオムライスの方やって。いやで、これチャーハン。これ嫌なんだけど。ダメだよ、野菜食べて。なんでよ。ダメだよ。なんで？もう自分が思うようにやって、これママこっちでじゃあオムライスにする。肉も欲しいです。肉も全部だから自分で選んでおいて。野菜は玉ねぎとね。もうやだやだ、それも全部自分でやって。自分で。普通に俺人参入ってるチャーハンがいいな。なんでよ。人参ないならやつだ。お前の前世はウサギかよ。部屋をすごい綺麗に片付けたの。そしたらそこでセイが昨日ね、寝ちゃったっていうか寝てて、朝起きたら、そしたら私が起こしに行ったらびっちゃびちゃなの、足のところが、踏み場が。え、何と思って、びちゃびちゃじゃんみたいな感じで言って、布団をバッてやったら、布団までびっちゃびちゃなの。何かなと思ったら、アクエリアスを大量にこぼしたらしく、私の布団のマットレスと掛け布団と、もう絨毯と全滅状態で、朝からブチ切れ。しかもポップコーン食べて、納豆も食べてあって、それがゴミ箱に捨ててはあったんだけど、マジで臭すぎて、もう本当にさ、なんでそれを人のところでやるみたいな。もう自分の部屋ならまあ自分の部屋でやられても怒ると思うんだけど、なんでここでみたいな。そんな感じで朝からセイとめっちゃバチバチに喧嘩して、とりあえず行けと学校に。もう起こしても起きなくって、それに対してもイライラしてて、でも起きてくれないともうびちゃびちゃだから、洗濯もしなきゃいけないし、片付けもしたいし、もう早くどいてみたいな、もう早く行きなさいみたいな感じになって、そのタイミングでそっちゃんがなんか今日締め切りの手紙を忘れてたみたいな感じになって、なんでそれ今言うのみたいな感じになって、これこんな滑れないの？なんか凹凸がないんじゃない？もうマジで凹凸がさないんだよ、これ絶対。ごめんなさい。もう掘らないでって言われた。ごわー。でもまだ魚のまだです。味噌汁でした。え、味噌汁ないで？ない。来た。ご飯ないぞ。あとで食わない。なんでさ、私だけこの玉ねぎの皮がさ、うまくさ、こんなにもさ、むけないこと。私だけ？なんか、この時間、マジで無駄。めっちゃ喧嘩してる。最悪の、最悪のことが起きたよ。向こうで空と向こうが喧嘩して、牛乳が、コップに入ってた牛乳がパタンってなって、もう牛乳まみれ。最悪、絨毯洗わなきゃいけない。最悪だよ。マジで牛乳ってところが本当にちょっと緩いよね、やっぱり。でもお餅が固くなるのよ、やっぱり。ママが知ってる固めの生クリームになんない。この生クリームおかしくない？可愛くない？ね、やりすぎ
待って言ったじゃん、もっとやって待って待って待って、チーズになってる、さっき言ったじゃん、やばいって、わかるじゃん、だってこれ混ぜすぎてチーズみたいにバター、だってさ、一回ちょっと前は聞いたやん、だからあれよりもうちょっとでよかったのに、ママがバターにした、え、なんで、ねえ、変だったの、そんな変だったの、違うんだよ、このスイートポテトに入れるために買ったバニラのアイスをしまったところになくって、絶対セイだわね、ちょっと、いやこれは、え、ちょっと待ってよ、なくなっちゃうの、ダメだって食べちゃう、やんでね、だって、ね、本当にもう作れないじゃん、ね、上着着て、はい、しかも風呂上がりじゃん、バカじゃないの、本当に髪が沸かしたあとダメだよ、そのコップを一回変えるだけでコップ一個洗うの増えるんだよ、どういうことだよ、みんなね勝手にどん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 ね、次から次へとコップ新しく変えるけどね、ママなんてずっとコップ洗ってんだから、お茶飲んだコップで普通にそのままカルピス飲めっから、